中国、韓国で過去最悪の大気汚染。現在、中国と韓国にて過去最悪の大気汚染が発生していることが明らかになりました。現在、PM2.5 によって大気が深刻な汚染を受けており、アメリカ政府が公表している大気汚染指数 AQI によりますと、韓国のソウルで AQI が1 9 6 もしくは180というですね、数値になってしまっており、健康にとって害があるですね、レベルになってしまっております。こちら、こういった数値を地図で表しますと、このような画面になりまして、相当危険な状態になっていることが、皆様お分かりいただけるんじゃないでしょうか。現在、日本は中国や韓国と 彼らの反日的な挑発行為によって、さまざまな問題を引き起こされてしまっておりますが、このように環境汚染も中国や韓国では発生しており、日本人が、このような環境汚染に免疫のない日本人が中国や韓国を訪れてしまいますと、さまざまな健康被害に遭うことが予想されますので、皆様、中国や韓国には、 絶対に旅行などに行かないようにお願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました